はい、どうもジンさんです。今回は5艇13隊11番隊副隊長マナラメ一角について解説していこうと思います。一角はある意味人気のキャラクターで、一部からは散々おもちゃにされています。そんな一角について細かく解説していこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。マダラメ一角、身長182センチ、体重76キロ、元は11番隊第3席でしたが、千年決戦終戦後に副隊長になりました。スキンヘッドですが、天然ハゲではなく剃っているとのこと。しかしハゲという言葉には敏感で、ヤチルにツルリンやパチンコ玉、現世に派遣された際に一般高校生からハゲを連呼。これら全部に切れています。非常に好戦的な性格で、勝つための戦いではなく楽しむための戦いを好み、強敵と戦えることをついていると捉え、初めてイチゴと対峙した際はあまりの嬉しさに月々の舞を披露しました。刀と鞘を使った独特な戦闘スタイルで、残術だけなら3席時点で副隊長クラスの実力を持っていました。ただ軌道は下手っぴ。胴体隊長であるザラキケンパチとは5艇13隊に入る前に一度戦っており、この時のことが今の一角の芯を作るきっかけになりました。ザラキには敗れましたが、運よく生きていた一角。一角はザラキにとどめを刺すと告げますが、ザラキに同じ戦い好きとしての矜持を説かれます。このことから一角は運にこだわるようになったり、ザラキケンパチの下で戦って死ぬことを唯一の望み、最大の目標としています。また殺す相手には名前を名乗るという考えもここから来ており、一角が人に戦いを教える際は必ず名前を名乗ることを教えています。このように死神になる前から戦いに明け暮れていた一角、隊長副隊長以外の死神で唯一挽回を習得していましたが、ザラキの下で戦って死ぬという望みから隊長に推薦されるのを嫌い、最初一角の挽回は弓地下とレンジしか知りませんでした。しかしどういうわけか伊庭さんも知っており、結局駒村にまでバレることになります。ちなみに真由里様は当然知っていました。唐倉町決戦では天界結中の守護を任されますが、先ほどの理由から挽回を使用せず敗北。伊庭さんに至極もっともな説教をされ、一角も納得したのか反論はしませんでした。順番が前後しましたが、アランカル編序盤ではレンジの推薦で津賀や先遣隊として現世へ出航。そして現世に現れたグリムジョー率いるアランカル、その中のエドラドと交戦した一角。周囲に弓地下ぐらいしか死神がいなかったため、ついに挽回を発動、エドラドに辛くも勝利しました。死神代行消失編では、イチゴに死神の力を取り戻させるために、自らの霊圧を浦原さんが開発した刀に込め、ルキアをはじめとした隊長格と共に現世へ向かい、フルブリンガーたちとの決戦に参戦。一角は確率操作を有した獅子瓦と交戦。月島に命を懸ける獅子瓦に対し、クソガキと吐き捨て命を懸けることについて説教し、挽回することなく勝利。このセリフめちゃめちゃかっこよかったです。ちなみにこの章から右肩に竜の字が刻まれた金色の鎧をつけていますが、理由はかっこいいからだそうです。そして最終章千年決戦編第一次進行では、相手は不明だが負傷しており、4番隊の治療を受けていました。おそらく先ほどの理由から一角が精霊艇内で挽回を使用するとは思えないので、挽回は奪われていないと思います。続く第二次進行では、突如現れたスーパースターにあっさり敗北。回復後はイチゴを狙うバンビーズを中心とした戦場に駆けつけますが、ゾンビエッタの爆撃とゾンビ室外により重傷を負います。その後なんだかんだ霊王級だったバールベルトに進行。ザラキとトイレに行っていたため出遅れた結果、ザラキやマユリと共に行動しペルニダと遭遇。ただ同行しているのがザラキとマユリということで、一角の出る幕はありませんでした。ただペルニダ撃破後はザラキの窮地を救ったマユリに対し弓地下と深い礼をしていました。このシーンは結構いいシーンでした。その後もちょくちょく登場はしていましたが、目立った活躍はなく千年決戦は終了。ヤチルが諸事情により消失したため、一角は繰り上がる形で11番隊副隊長に就任しました。ちなみに唐倉町の担当死神の一人であるマダラメシノは妹らしいのですが、一角とシノは幼い頃から親が他界し、親戚をたらい回しにされていたため、妹なのか親戚なのか正確な関係がよく分かっていないそうです。一角の持つ残白刀はノビロ、ホオズキマル、
解放すると残白刀と鞘が一体化し、短い刀身を持つ槍のような形状に変化。さらに、避けろ宝月丸と叫べば、三節棍に変化します。能力は以上となり、特殊な能力などは一切ありません。11番隊は直接攻撃系の残白刀という暗黙の了解に則っていますが、ちょっと地味すぎるという言葉も少なくありません。ただ、胴体隊長のザラキケンパチは、巨大な斧になるだけなので、実際はそんなに変わりません。ただ、性能には随分と差はありますが、ちなみに、塚に血止め薬が入っていますが、これは宝月丸の能力ではなく、一角が補充しているものだと思われます。挽回は、龍門宝月丸。解放とともに、巨大な鎖で繋がれた、つの巨大な刃が出現。挽回の力すべてを攻撃力に注ぎ込んでいるため、凄まじい切れ味を誇る反面、反撃を受けただけで破損してしまうほど脆い。退治したエドラドの見立てでは、防御や速度の強化はないとのこと。解放直後は冷圧が抑えられた状態ですが、相手を攻撃、もしくは攻撃を防御するなどして残白刀に衝撃を与えることで、真ん中の斧に彫られた竜の文様が徐々に赤く染まり、冷圧が上昇していきます。この竜の文様が赤く染まりきった時、冷圧と破壊力、共に最大になるそうです。エドラド戦では、その性能から多く破損してしまいました。最終章で判明した、挽回は直せないという設定により、比較の挽回は死亡。わかりやすくまとめると、挽回してもナメプ状態からスタートし、防御力は皆無。なのに切り合いをしないと文様が染まらず、染まりきってやっと全力が出せる。でも挽回は治らないため、破損前より威力はかなり落ちた。したがって一角の挽回は、挽回すればするほど、実質弱体化していくという呪われた挽回。あまりにも悲惨すぎる挽回でした。ではなぜこうなってしまったのか、僕なりに少し考えてみました。まず残白刀は所有者の心ということで、一角は戦闘が大好き、切り合いが大好きな死神です。この挽回も、所有者に強制的に切り合いを強いているようなものだと思います。ただ一つ気になるのが、ナメプ。なぜ全力を出さないのかが意味わかりません。切り合えば切り合うほど冷圧が上昇していくならわかりますが、龍門宝月丸は、なぜか冷圧を抑えた状態でスタートし、文様が完成すると力を出し切れるというもの。これが意味わからなくて、個人的には文様が完成すると本来の力以上の強さを発揮できるが、破損しちゃうなどのデメリットがあるとかでいいのではと思います。そこで、なぜ一角の挽回はこうなってしまったのか、無理やり考えてみました。まずは、本当の名前ではない説。弓近やレンジと同様、龍門宝月丸という名前は、本当の名前ではないから、こんな悲惨な能力になってしまった説。ちなみに宝月丸の名前にある、宝月という花の花言葉には、偽り、ごまかし、欺瞞といった意味があります。これは偶然でしょうか。もう一つは、一角のザラキに対する思いのせい。一角は、ザラキの下で戦って死ぬという望みがあります。逆に一角はこの時点で、一生ザラキの部下でいいと思ってしまっている。つまり上昇志向がないということです。これに起こった残白刀が力を制限している説ですね。残白刀も一角と同じ戦い好きであるならば、隊長の座について、相手の幹部クラスと戦いたいとかあったかもしれません。まあ自分でも苦しいこと言ってるのはわかります。このように、一角の挽回は悲惨な挽回としてネタにされがちですが、個人的に一角の挽回初披露シーンは名シーンの一つだと思っています。以上、まだらめ一角について解説していきました。動画の内容いかがだったでしょうか？一角はネタにされがちですが、ブリーチの中でもかっこいいキャラクターだと思っています。最終章のアニメが控えている現在、原作ではあまり活躍のシーンはなかったですが、アニメで何かあればいいなと勝手に思っています。まあ、一角だけに限らず、すべてのキャラに何かあってほしいと思っているわけですが、まあありえないですね。なので個人的には、マユリに礼を述べるシーンが見てみたいです。絶対感動すると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。